下手したら東大出てても全然自分は頭悪いっていう人もいれば、中卒でも、いや、むっちゃ俺頭いいんだけどって思ってる人もいて、実際の劣等性に関連なく劣ってると思ったら劣等感。だからクソって思ったり、だから、こう、あと、人のことをバカにして傲慢になる人は、これ実は、アドラー的に言うと劣等コンプレックスなんです。さて、ライフスタイルとは、ニアリーイコール性格です。性格。で、アドラーはキャラクターとか、パーソナリティっていうキャラクターって言い方せず、ライフスタイルって言い方したのは、これは動的なものって感じます。どういうことかというと、もう自分はこういう人間だと固まったものではなく、状況に応じて自分の対応が変わるから、動きの中で、自分のパターンが出てくるというのはライフスタイルです。まあこれね、これだけ語り出しても何時間もなるんで、まあこれぐらいにしましょう。で、まあね、簡単に言うと、このライフスタイルは最後は、子供が5歳か10歳の時であらば。で、まあ5歳、10歳ぐらいまで大人ってむっちゃすごいなって思ってたんだけど、まあなんか、こんなもんかみたいに思う時期ないですか、皆さん。小学校5、6年ぐらいの時、大人すげえって思ったけど、大人も結構悩んでたり大したことねえじゃん。完璧だって思った。そのあたりで、性格、ライフスタイルは、あ、自分はこれでいこう。例えば、小学校5年ぐらいの時に、よし、自分は勉強で頑張るぞとか、まあ自分はスポーツで行くとか、自分はもう面白おかしくやるとか、もしくは自分はできないできないみたいな、助けてみたいな。まあうちの兄もそうです。自分の体を悪くすることで、自分は面倒を見てもらうというライフスタイルを人生を選び始めました。で、まあ子供が最終的に選ぶんですけど、大きく遺伝的要素、環境的要素。これね、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ご自身のことと振り返りながら聞くとすごく勉強になるんで、自分どうだったかなっていう視点で見てください。あとで、結構たっぷりシェアする時間設けて、ご自身どれだったか見るので、ぜひメモを取りながら、自分どうだったかっていう視点で見てください。さあ、大きくは遺伝的要素と環境的要素。遺伝というのは、親の遺伝の影響ですね。で、遺伝的要素の中の一つは、気管劣等性。もともとアドラーは、前期、中期、後期に分かれるんですけど、もともとは、気管劣等性。例えば、喘息があるとか、こう、体が不自由だとか、そういう人たち、そういう子たちが自分の人生にどう向き合っていくかっていうことで、その子供の発達を研究してました。まあ、中期ぐらいになると、結局、みんな、誰かに負けて悔しいとか、追い越してやりとか、もしくは、あの人よりも劣ってる劣等感を感じて、この保証をしようと思って、頑張ってる。だから、劣等感の保証とか、権力への意思とか、いう話ができます。後期になって、共同体感覚とか、課題の分、理由気づけとか出てきたんですね。だから、古い本を読むと、大体、アドラーの初期、劣等感の保証とか、そういう話はよく出てきます。中期は、権力への意思とか、ニーチェの影響とかを受けてます。まあ、こういう話。で、今日本で流行ってる、岸見さんとか、まあ、含めてね、一緒にコラボもさせていただいてます。岸見さんはじめ、嫌われる勇気。もう、もともとはね、野田俊作先生っていう人が、アドラーのね、まあ、私の時は、アドラースクールオブプロフェッショナルサイコロジーって言われてたんですけど、今はアドラーユニバーシティに変わってて、さらにその前はアルフレッド・アドラーインスティチュートだったんですけど、その時に野田俊作先生が、まあそこに行って、今の日本の基盤は、この野田先生が持ってきました。で、30年ほど前に、30数年前かな、35年、5、6年ぐらい前に日本に持ってきた、の派生で、まあ、野田先生が持ってきて、まあ、その弟子的な岩井さんとか、弟子ではないんだけど、岸見さんはその同時代の人間で、まあ、岸見さん的には、まあ、対等な視点なんだけど、結構岸見さんの本の、嫌われる勇気の多くの箇所が、これ、野田先生の講義、だよな、みたいなの。私はまあ、あの時聞いてるんで、ちょっとだいぶ被ってるとかあって、まあ、だいぶ影響を受けてるな。ただ、岸見先生自体は、もともとは哲学者として、そのギリシャ哲学とかの専門家なので、もともと、ご自身の持ってる要素も、あの本にいっぱい入っています。一方、アドラー的要素は、野田先生的な要素に影響を受けてます。で、今の日本のアドラー心理学は、ほぼほぼ、9割以上が野田俊作アドラー心理学です。
で、実際私がアメリカ行った時は、だいぶそれとは違うし、アメリカではそういう言い方しないよ。例えば、課題の分離っていうのは日本にしかない言葉なんですよ。で、課題の分離っていう表現はなくて、それは誰の課題です、それは、誰に関連する問題ですかみたいな言い方はあるんだけど、課題の分離っていうのはなかったりとか。まあこういうふうに、実は日本のアドラーとアメリカのアドラーって、だいぶ違うところもあるんですけど、これだけ講義出し出すと4日間これで終わっちゃうんで、この4日間はちょっとね、カウンセリングでやりたいので、ぜひね、リアルでやるときは時間もうちょっとありますから、そのときは、ぜひね、そういう知的好奇心も、満たしてもらうために、まあ、そのとき話しますけど、まあ、今日これぐらいにしておきます。まあね、これ野田俊作先生がベースとして持ってきて、野田俊作、まあ、もっと言えば、アドラーが、まあ、一代目だとしたら、アドラーのもとで、ドライカースという人が二代目、そのもとに三代目でシャルマン、そしてそれが、四代目で、野田俊作。そして、まあ、私とか岩井さんが5代目。まあ、岸見さんは、4.5 みたいな感じですね。まあ、やや、かなり野田先生の影響を受けてるけど、まあ、本人たち的には、対抗たような関係があるんで。そして、皆さんは6代目みたいな感じになるんですけど、まあ、そういうアドラーです。まあ、これは系譜です。でこれ、ドライカースじゃないヨーロッパのアドラーまた違うし、同じドライカースのアメリカアドラーがドライカースなんですけど、同じアメリカアドラーのドライカースの中でもまた分派してるんで、実は相当違うタイプのアドラーはあります。で、個人的にはですね、結構いろんなアドラーを向こうで学んだ上で、いや、案外野田先生やっぱすごいなと、いい感じでまとめてるなっていうことで、結局私はだいぶ日本のアドラー、ね、野田先生のアドラーを私は割と推奨してますけど、まあ面白いのはいっぱいあります。でこの4日間の中でちょっとした実習ではそういうの出てきたりしますんで、ぜひ楽しみにしてください。さて、まあ話は戻りますけど、遺伝的要素。で、もともとアドラーは気管劣等性の研究してました。で、皆さん思い出してください。自分自身、もしくは身近な人、もしくは兄弟で、例えば喘息があるとか、アトピーがあるとか、なんかね、例えば、ちょっと心臓が弱いとか、こういうふうに何か、身体的に劣っているところがあったりします。ちなみに、劣等感、劣等性、劣等コンプレックスの違いを話すと、劣等性っていうのは、例えば、男性は平均して女性よりも身長が高い。これは、女性の方が低いというのは、これ劣等性であって、いい悪いの価値判断なく、身長はやっぱり男性の方が低いじゃないですか。まあ、例えば、試験受けたら、こっちは90点、こっちは60点って、これは劣等性なんです。価値判断がなく、その尺度で言うと、客観的に劣っていることを劣等性と言います。で、それに対して、だから何？私30点だから何？みたいに、劣等性あるんだけど別にっていう人もいれば、わあ、自分は30点だ、ダメな人間だ、価値がないんだっていうふうにして感じるのを劣等感と言います。で、その劣等感を通して、だから、よし、私はもっと上にやってやるもそうだし、まあ、だからもう私はできないんだってのもそうだし、これ全部劣等コンプレックスです。で、例えば、ワンステージ800万ぐらいモデル、フランスのパリのスーパーモデルなんですけど、彼女劣等感がむちゃくちゃ強い。何に関して？ルックスに関して。考えられないでしょ？ 1 時間さーっと歩いただけで800万もらうのに、私はブスだと思ってる。何考えてんのって言いたくなりますよね。でも、彼女は自分の妹に比べて私の方がブスって思うんです。で、家族はいつも妹は可愛い、妹は可愛いって言い続けて、周りも妹可愛い可愛いって。まあその二人がズバ抜けて可愛いんだけど、お姉ちゃんの彼女からすると妹の方が可愛くて、自分は劣等感を持って、劣等コンプレックスを持っちゃってる。こんな感じで、実は劣等感とか劣等コンプレックスとは実際の劣等性に関係しないんです。下手したら東大出てても全然自分は頭悪いっていう人もいれば、中卒でも、いや、むっちゃ俺頭いいんだけどって思ってる人もいて、実際の劣等性に関連なく劣ってると思ったら劣等感。だからクソって思ったり、だから、こう、あと、人のことを馬鹿にして傲慢になる人は、これ実は、
アドラー的に言うと劣等コンプレックスなんです。例えば、あんな奴らさ、バカなんだよね。バカって相手してもしょうがないよねって言ってる段階で、この人はどっかでその人たちに劣ってるというふうに劣等感を持ってるか、もしくはその人たちに思ってないかもしれないけど、言う相手に対してお前らより俺の方が上なんだっていうのを主張するために、実は人をバカにしたり見下したりします。本当に謙虚な経営者とか、ね、そういう上の人は、すごく謙虚ですよね。この人たちは実は劣等性とか劣等コンプレックス。劣等性はあるかもしれないし、劣等感あるかもしれないけど、劣等コンプレックスないです。でも、人を馬鹿にする人、見下す人は、大概劣等コンプレックス。自分は劣ってないというのを示そうとする。で、この劣等コンプレックスの使われ方が、3つあるんですけど、まず1つ目、ちなみにこう誰でも劣等性もあれば、劣等感もあれば、劣等コンプレックスもあります。もちろん私もそうだし、みんなそうなんですよ。まずはテラスですら劣等性、劣等コンプレックスあるわけですよ。私は、クリスチャンにしか何もしてあげられなかった、イスラム教徒や何も他の教徒に全然してあげられなかった、私は全然ダメなんだみたいな感じで劣等感じてるから、よし、じゃあクリスチャン関係なく、イスラム教徒にも何教徒にも仏教徒にもこうしてあげようっていうのは、これ劣等コンプレックスのおかげなんです。これがまさに一番、劣等コンプレックスがあるからこそその期間を乗り越える。例えば、目が不自由な人が、画家になる、耳が不自由な人がミュージシャンになる、もしくは、体が弱いから鍛えてるうちにアメフトになったっていう人もいます。弱いから鍛える。で、私ね、コミュニケーションすごい下手だったんですよね。高校時代って本当にね、誰とも喋れないぐらいシャイなコミュ障で、隣の女の子におはようって言われただけで顔を真っ赤にするような、そんな男の子だったんですけど、コミュニケーションを鍛えようって思ってるうちに、まさにそれが得意になった。そのが一番。二番は、その、苦手なところ以外を使う。例えばね、勉強はもうできないと。まあ、しょうがないから運動するとか、勉強も運動もできない。だから面白い子になろうとか。で、これね、やりがちなのが、次男以降ですね。例えば末っ子だったり。まあ、お兄ちゃんは、長男はなんか勉強できて、次男はスポーツできて。で、勉強とスポーツってどうしても三男ってできないじゃないですか。だって、学力が、年が上だから、負けちゃうんです。そうすると、勉強でも、スポーツでもなく、可愛らしく面白くはできる。だから、末っ子ってそういう特徴があって、いわゆる、こう、年齢や体の体格に影響されない要素で、ちょっとね、取っていこうとする要素があります。一方、後でまた出てきますけど、第二子、次男や次女は、この長男、長女に対して、ちょっと競合意識が強いので、相手がやってるのをクソ乗り越えてやるみたいな傾向が強いか、まあ、全く叶わないって思ったらやっぱ違う道に行きます。この1、2番に関しては、健全な劣等コンプレックス。誰もが持ってる。ところが、破壊的な劣等コンプレックスが何かって言ったら、障害があるから、だからできない。まあ、うちの兄がそうでしたよね。だから、まあ、自分はアトピーだからダメとか、自分は喘息があるからどう、何があるからできない。さあ、ちょっと振り返ってみてください。あ、いいですか。劣等感と劣等コンプレックスで一緒ですかっていう質問があるんですけど。劣等性の違い分かりましたよね。劣等感というのは、何かと比べて、誰かと比べて劣ってるという感情が劣等感。ここまで OK ですか。はい。で、それを使って何かをしようとするのが劣等コンプレックスです。それを使って、よーし、コミュニケーション頑張ってやるぞ、これ劣等コンプレックスです。だから、私は皆さんより人一倍コミュニケーションにこだわるんです。なぜなら劣等コンプレックスがあるから、コミュニケーション苦手だ。こういうに健全に出る場合もあれば、もうコミュニケーション俺無理だから、パソコンの方に行っちゃえっていうのが2番です。なるべくコミュニケーションない。これも劣等コンプレックス。で、あ、もう私コミュ障なんでもういいです。ほっといてください。とか、もうお父さんお母さんほっといてみたいになっちゃって、課題を避け出すのが3番。この1、2、3番全部劣等コンプレックスによっておきます。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。